はい、じゃあよろしくお願いします。えー、今回は高校受験対策の終シリーズ第99弾やっていきましょう。次回3桁ですね。もうここまで来ましたと。で、今回は8問問題ありますので、1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安な問題があれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 それじゃあ画面下げますのでお待ちください。よよでちょっと初連絡なんですけど私今喉がねちょっと調子悪くって引っかかるんですよ。はい、<laughs> なんで声がなんか変だなっていう場面があるかもしれないんですがちょっと気にせず聞いてやってください。 では、えー、今回前回からか、2022から鬼マーク採用しておりますけど、まあ、7番、8番が多分正当率は若干低くなるかなと思います。では、まず1番から行きましょう。4、えー、4、4引く、カッコマイナス9と。で、これはもうここのマイナスをね、プラスに、こう処理する代わりに、後ろの符号を変えます。つまり、マイナス9の符号も、プラスに、こう巻き込んでね、符号を変えるので、結局4、4足す9と同じになるから、 答えは13と。で、次、ルートの計算があって、まずは、えっと、計算の順序。ね、掛け算と引き算、どっち先にやるんですかって言ったら、掛け算が先ですね。だから、ルート 6× ルート3をやりましょうと。この部分ね。で、ここをやると、これがルート18になります。ルート18。で、18っていうのは、えー、9×2。つまり、3の2乗。ちょ、こっち行こうかな。 3の2乗かける2まあこうなってるねで2乗のアイテムを使うことによってこの子は外に出てこれますつまり3 2ですでこうやって18を計算してもいいし 6×3 を見たときに6って 3×2 じゃないですか6がねでそれと3をかけてるからあ32個揃った外に出てこれるみたいな感じで考えてもいいですで後ろルート8ですね でルート8は、4×2 でございます。ちょっと待ってね。4×2 なんで、この子。だから、えっ、ー、と、2の2乗 ×2 なんですよね。4って2の2乗だから。から同じように、この2のね、2乗のアイテムを使うことによって、この子は出てこれます。この子は出てこれない。つまり、ルート8は2ルート2です。直すとね。つまり、えー、こっちは3ルート2引く、 2ルート2とこうなります。で、ルートの中身が揃えば、こうやって、ルート2みたいに揃えば、引き算をすることができる。で、どこを引くかっていうと、外の世界のこの子たちを引き算します。つまり3引く2だね。で、1でしょだから1、1ルート2になります。1ルート2。ただ、ルート2の前の1は書けないから、答えとしては、ルート2だけを書けば、これで正解となりますと。 まあ今ルート8とかルート18とかね、あの3の2乗だからみたいなのやったんだけど、この辺はめちゃくちゃよく出てくるから、覚えられるといいかな。まあ覚えるというかざあと暗記というよりも、自分の中であ3の2乗 ×2 だからみたいな感じで慣れていけるといい。毎回毎回書くと時間取られちゃうからね。 では次行きましょう。で、今回も掛け算割り算がね、えっと入ってるこのタイプで、一個ずつやってももちろんいいんですが、まあ私はね、一気にやるのが好きなので、今回は一気に行きましょう。で、一気にやるって何かっていうと、長ーい棒を書きます。あの、分数のね。で、この子たち、今これはさ、分数ってすぐわかるんですけど、6a2 乗 b とか、えっと 2a とかっていうのはもともと、無理やり分数にするとね、 こうやって、1分のが隠れてるんですよ。1分の 6A2 乗 B だし、この子は1分の 2A なんです。だから、これを1個っすね、分数の上と下って書いていくときに、1分の 6A2 乗 B だから、この子上に来るんですよね。こうやって。でも1って書く必要ないからさ。まあ、書かないんだけど。次。かける3分の B だから、これは、3が下で、B が上に来ると。こんな感じ。で、ここ。 1>, 1分の 2a なんだけど、割り算の後ろの分数はひっくり返す。逆数にするからね。つまり、2a が下に来るんです。こうやって。一応書くか。今回1 <laughs>。こうやってね。まあこんな感じよ。書くとするとね。まあ1は書かなくていいんだけどさ。で、全部書いてから約分をします。俺はね。で、ここ3と2、一気に6と約分しちゃおうか。同じだからね。で、a を1個約分して、ここ、a1 個減るから2乗×つけよう。 下はね、全部なくなりました。1位になったね。で、上に残ってるのが、A、B と B が残ってます。で、これ、まあ、あと、なんだろう、うみんなに強制はしないんだけど、受験本番の時とかも丸をつける癖をね、つけるといいよ。結構ね、この計算する時ってごちゃごちゃするんで、意外と、なんだろう、う確認ミスというか、それ残ってんのに書いてないじゃんみたいなミスが起こりやすいんですよね。なんで、何が残ってるかなってしっかり確認する。 で、今は A が1個と B が2個なので、答えは A、B、2乗と。これで正解となります。よし、4番行きましょう。で、この4番見たときにあ、あの、あの、あることをね、思った方は、きっとね、師匠をね、めちゃくちゃやり込んでる方です。はい、私は思いました。何かっていうと、あ、プラスなんすかっていうね。いや、これはね、ちょいちょい話にしてますけど、この分数の計算 の時まあ、引き算っていうかね、ここがマイナスになることが圧倒的に多いんですよ。多い。だってそれ計算ミス誘えるから。あ今回ね、お、プロスでいいんすね、優しいっすね、みたいな、多分、ふうに思った方も少なくないはず。で、これはどうやってやるかっていうと、まあ、分数の足し算なので、通分です、通分。で、下が3と2だから、6に通分をしたいと。両方6に揃えます。これ下な、多分1行分だよな、<laughs> 入るの。なので、ちょっとまとめていこうか、いいか。ここ、6分の。 にするとこっちは二をかけてるので両方二をかけますつまり二 x プラス十二、えー、y とこうなるでこっちは三をかけて六分の二するので九、えー、x マイナス十二 y かなこうなるであとは分母は揃ったので分子上を x 同士 y 同士を計算しますとそうすると y が消えるんだよね十二 y とマイナス十二 y で で x は2と9だから 11x になるので下がちょっと怪しいかないけるかな、えー、6分の、えー、と11で x はまあ上に書いてもいいんですけどこっちは綺麗いかな6分の 11x あぎギリ入ったねこれで終了ですよしじゃあ次5番いきましょう2次方程式ですね で二次方程式を解くときは、まあこれね、結構綺麗に見えるんですが、まあちょっとまだごちゃごちゃしてるんですよ。なぜかっていうと、基本的に二次方程式って、まあ因数分解使って、こうなんですよね。こう持ってけばできるんです。例えば、これがね、x プラス5と、じゃあ x マイナス3ってなれば、これ、カッコの間が掛け算で繋がってます。つまり、あるものと、あるものを掛けて、 で、0になるものを探したい。それどういう時かっていうと、この子が0になるか、この子が0になればいいんですよね。だってかけて0になれば、あ、0をかければさ、必ず答えが0になるから。つまり、左側のパーツ、x プラス5が0になるか、右のパーツ、x マイナス3が0になればいいよねって、これこっちに持ってくると、x イコールマイナス5と3になるよねが、まあ、王道なんですよ。このパターンに持っていきたい。 いけそうなんだけど、この子邪魔ないよね。プラス21が。だから、一旦、ここを展開して、綺麗にしてしまいます。で、ここ、括弧展開すると、公式使って、x の2乗。次、プラス3とマイナス7を足したものに x つけます。つまり、足すと、マイナス4だから、マイナス 4x。最後はかけたものなんで、マイナス21。で、あと、プラス21がもともといるからね。 こんな感じになると。で、もし、展開の公式忘れちゃったら、今、えっ、ー、と、ごめん、とがっちゃった。こうなってるでしょで、全部掛けっていう無敵の技があります。何かっていうと、x と x かける、x とマイナス7かけます。そうすると、xx かけると、x2 乗。x とマイナス7かけると、マイナス 7x になります。次、x 終わったんで、次3です。 3を x にかける。そして3を -7 にもかけます。4回かける。全部かけね。3を x にかけるとプラス 3x。3を -7 にかけるとマイナス21と。で、これ、ここの部分、計算すればマイナス 4x だから同じになるからね。もし公式思い,思い出せなかったら全部かけ使って。時間かかるけど確実だから、こいつは。無敵だから。ただ、全部かけっていう言葉を、えっ、ー、と、みんな友達とか学校で言っちゃダメだよ。何言ってんのってなるから。俺が勝手に言ってるだけなんでね。 で、ここがですね、消えます。綺麗にね。つまり、こいつしか残ってないんです。で、これしか残んないんで、これを、あとは、えっ、ー、と、因数分解をしていきます。でも、これはね、括弧2個作る因数分解ではないです。こうしかないから。何するかって、X を前にくくり出し、前に出します。つまり、こっから X を出すと、X、カッコ、これの、こっから X 取ったんで、X 残る。こいつから取ったんで、マイナス4が残って、こうなります。 実は、インスタ文化の勉強をしてるとき、最初にこれ習ってるんですよ。くり出し。でも、意外とね、その後に公式祭りをされるから、印象が残ってないんだよね。同じ共通項、X っていう項を前に出してあげる。こっから X を取ったものを残す。こっから X を取ったものを残す。カッこの中にね。これがオッケーで、これも、ちょっと話して書くけど、ここに掛け算で繋がってます。つまり、 この子が0になるか、この子が0になるかです。かけて0だからね。この子が0っていうのはもうそのまま x イコール0って言ってます。0。で、この子が0っていうのはイコール0。マイナス4をこっち持ってくれば x イコール4になるので、答えとしては0と4。これが正解と。これで終了でございます。さあ、あと3問だよ。はい、6番行きましょう。では、連立方程式のよく出てくるちょっと変化球のやつですね。 最初に、こうやって、a, b, x, y っていう文字いっぱいやねーっていう式を書いてきます。で、答えを書いてくれます。x がマイナス6で y が1でした。その時、a と b を求めなさいっていう問題。で、これは何やるかっていうと、答え書いてくれてるから、x と y のとこにこの数字入れちゃおうぜって話。入れます。だから、x にマイナス6入れると、ちょっとね、ちっちゃくなるけどごめん。マイナス 6a。えー、と b、y に1入れるから、 プラス B イコールマイナス11入ってるかなよし。<laughs> で、こっちも行きましょう。で、ちょっと、えっ、ー、と、A を先に書きたいので、Y にこっち入れて、えー、マイナス A か。マイナス A。えっ、ー、と、こっちに <laughs> マイナス6入れるから、マイナス 6B イコールマイナス8とこうなりました。今答え入れただけね。 そうすると、A と B の連立方程式に変わるので、あとあれ解くだけです。はい。普通に解いてください。で、これは、ん、えっとね、6に揃えるか。下に、下を6倍しようかな。6A 揃えるためにね。ちょっとこっち下行くよ。よいしょ。上の式はそのまんま行きます。プラス B イコールマイナス11。下に6をかけるので、マイナス 6A マイナス 36B イコールマイナス8、ば、ってのは86か。 48と。で、こうなりましたと。ね。で、えっ、ー、と、これはマイナス 6A、マイナス 6A なので、引き算をして消しに行きます。引き算を書いた瞬間に、私はね、書いた瞬間に,プに、プラスに変えて、下を全部、符号を変えます。え、プラスに変えて、下の符号を全部変えると。そうすると、マイナス 6A と 6A なんで、ここはもう消えると。B と 36B 足すと、でかいな。37B。イコール、こっちも37か。ちゃんと良くなってんね。 両辺37で割ると B は1と出てきましたと。で、いつも通り片方出てきたら、もともとのね、もともとのこの式に代入して求めます。下でいいかな。下の式に入れると、マイナス A。B が1なんで、マイナス6イコールマイナス8と。まとめます。マイナス A イコール、こっちに持ってくるとシュッシュ、プラス6になりますね。だからマイナス2か。 つまり、両辺、マイナスで処理すると消えて、符号を変えて符号を変えるから、A は2となります。ってことでね、A と B 出てきたんで、答えの欄には、A イコール2、B イコール1と、これで正解でなり、ます <laughs> 正解でございます。まあ、連立の答えなので、ちょっとめんどくさいけど、もしね、全部やり終わって時間が余ったら、A、B のこの数字、 x, y のこの数字を一番最初の式に代入してごらん。4つ全部。それで、左辺と右辺、左辺と右辺がちゃんと同じ数字になったら絶対っていくから、これ。逆に言うと、そこがずれたら、どっちかがね、ずれたり、両方ずれたりしたら間違ってるので、まあもう一回ね、頑張りましょう。いいかな。ちょっとこう起きるよ。さあ、鬼ゾーンがやってきましたと。 で、7番はですね、まずカードが、ちょっと消えちゃったけど、6枚あります。マイナス3、マイナス2、マイナス1、2、あ、ごめんなさい、1、2、3か。いい、6枚のカード。で、こっからね、やってる、まあ、確率なんだけど、まずカード1枚引きます。カード1枚引く。で、すごく大事なのが次。1枚目引いたのを元に戻し、元に戻してもう1回引きます。ここがめちゃくちゃ大事。これあれかな本当は順番なんだけど、こっち青の方が多分見やすいから、こっち青でいくね。 書いとこうか。元に戻しって。で、なんでこれが大事かっていうと、これがあるかないかで樹形図変わるんですよね。樹形図が変わる。で、まずはカードを2枚引くっていう操作をしてるので、確率だからさ、ほにゃらら分のって下が必要なのよ。だから、全部で何通りあるかを調べなきゃいけないで。調べましょうと。で、どうやって樹形図書くかっていうと、マイナス3をまず1回目。これ1回目ね。引きましたと。じゃあ2回目。枝何が出ますかって。ミスをしやすいのはやっぱりこれ。 マイナス2、マイナス1、1、2、3かなっていう。はい、これ違います。わかりますよこれ何が違うかって。ここ。マイナス3入りますからね。こうやって。なぜかっていうと、元に戻したからです。1回目引いたマイナス3が元に戻ってるので、2回目もマイナス3を引くことができるんですよね。だからこういう樹形図が書けます。で、全部書こうと思ったら、マイナス2の時も、 マイナス3、マイナス2、あ、マイナス1、1、2、3となります。で、もちろん全部書くのを否定はしない。しないけど、時間取られるんだよね、これ。たぶ普通にやったら2、3分取られちゃうから、もったいないよ。受験の時の2、3分ってね。で、これ、見てさ、予想つくんだけど、枝が、まあ、6本ずつ出てくよね。6本ずつ。で、左側のスタートもさ、マイナス3から、マイナス2から、マイナス1から、1から2から3から始まるから、 6個の枝が6パターン出てくんのよ。マイナス1の時、こうやって枝がね。1の時、2の時、3の時って。で全部6本ずつでしょつまり、6×6 で、全部で36通りっていうことはもうわかるのよ、ここで。でそれで、まずメモっておこう。36通りね。つまり答えは36分のでスタートしていく。で、今何を調べたいかっていうと、これまで関数混ざってくんのよね。 y イコール x 分の6っていうちょこっとこ書こうか y イコール x 分の6反比例ですわ反比例なんでプラスだからまあこういうグラフになるんだけどだこれの関数の上にあるものその組み合わせたやつがねマイナス3のマイナス3だったらマイナス3のマイナス3っていう座標がこの上に乗ってるか調べとそれは調べてくれよっていう話をしていますいいでこれどうやってやっていくかっていうともう代入するのが一番早い だって、左側マイナス3って固定するわけじゃん。樹形図書いたときに。じゃ、ここにマイナス3を代入、X にね。マイナス3を代入、これ、1にして X にしようか。X にマイナス3を代入したらいい。ここに代入したら Y は、マイナス3分の6だから、マイナス2なんだよね。つまり、X がマイナス3のときは Y はマイナス2で決定するのよ。あるじゃん。ここじゃん。ちょっと赤にするわ。つまり、ここはしかないんだよね。で、そう考えていくと、 全部書いてさ、えっと、マイナス3とマイナス3の時あるかなってチェックするんじゃなくて、じゃあ、マイナス2の時は何なのってやると、よいしょ、もう一回やるか。y イコール、マイナス2分の6になるから、マイナス3になるよね。つまり、ここ、マイナス2のマイナス3ってわかる。で、他の人、調べるときに、片方をマイナス1と固定しましたね。マイナス3、マイナス2があったから、x がマイナス1の時を調べると、マイナス1入れるとさ、 これちょっと問題があって、こうなるのよ。マイナス1分の6。とにかマイナス6なんだよね。あ、じゃあ OK。マイナス6ってやりたいんだけど、ないんだよ、カード。だからこの時できないんだよね。あ、ねえわって。じゃあ1の時あるかなって考えるんだけど、1もさ、1分の6だから、6っていうカードがないのよね。あ、ないわって。他あるかなって、次2の時考えると、 2を入れると、ここ2分の6だから3でしょつまり、あ、3のカードあるから2の3の時いけんじゃんっていう。その全部書いてチェックするよりも、あといけるやつだけ探しに行こうぜって。で、あと3の時ね。3の時もここに3を入れれば3分の6だから2の時がいけんじゃんって。つまり全部は書いてないけども、1、2、3、4パターンだけこの関数の上に乗ってるよねって。 これは今、えっと、反比例のグラフでやってますけど、二次関数だろうが、えー、一次関数だろうが、座標っていうのは代入して、それがちゃんと成り立ってればのと、関数の上に乗ってるよっていうことになるから、代入して調べていくと。つまり、今4つパターンがあったから、36分の4ですよって。で、確率は絶対に約分チェックが必要だから、約分チェックすると、これ4で約分できるんで、えー、っと、9分の1か。 これで終了となります。もちろんね、さっき言ったみたいに全部書いてチェックしてくのももう前にで問題ないんだよ。全く問題ないんだけど、時間を考えた時には、ちょっとこの方ね、えっ、ー、と、全体の36が分かってれば、あとね、あの当てはまるのはどこかなだけやれば十分分かりますので、こんな感じでやってみたらどうでしょうかっていう話。いいかなよし、じゃあラストいきましょう。値引きの問題だよね。 えっと、Y シャツ買いに行ったんですよ。イシャツ。で、結局やったのは最後5、5着買ったら8200円です。5着買ったら8200円。ただね、割引券というのをね、この子持ってます。で、5着のうち、3着は割引です。で、2着は定価で買いました。割引券3枚しか持ってなかったんだよね。で、今、定価求めなさいって言ってるから、求めたいここを X にしよう。 ね、2着は定価 X 円で買いましたと。で3着は3割引きです。3割引き。つまりこの X 円から3割を引きたい。この引きとか割引きを、えっ、ー、とね、まあ苦手な方が多い。まあ苦手意識を持ってる方が多い。 で、私よく割よりもパーセントに直しちゃうので、あの、無理にしなくていいんだけど、ちょっと慣れてない方向けに説明します。まず、1割っていうのが何パーセントか覚えてください。1割っていうのは10%です。いいつまり、3割引き。みんなさ、こう買い物としてる時も3割引きってあるじゃんか。3割引きっていうのは、言い直すと30%引きです。値段が30%下がるんです。で、値段が30%下がるっていうのは、 言い換えると、元々から、元値から70%になるという意味になります。元々っていうのは100%です。100%で考える必ずね。これが低下です、低下。で、そこから30%、この辺かな引かれる。30%ね。引かれるっていうことは、残ってるのは70%ですよね。元々100%がフルだから。 だから70、70%になるんだっていうふうに考えるの。まあ、俺はね、いつもそう考えていて。で、今、定価が X 円なので、この子の70%になってるんですよ。で、っていうのは、100分のっていうのをくっつければ、計算で使えるようになります。100分のです。だから70、70%は100分の70。それを、これにくっつければいい。X 円の、 100分の70、こうやって。これが、今、割り引いた値段30、30%引いたものがこうなります。100分の 70X ってね。で、これちょっと計算めんどくさいので、シャシャーって消しますけど。両方0消せるからね。10分の 7X にしておきましょうと。つまり、1着10分の 7X だったんです。この割り引いた方は。それを3着買ってるから、つまり、 10分の 7x を3着買いました。プラス定価の x 円で2着買いました。ね。で、それが全部5着買ったら8200円でしたと。あ、これで式完成だよ。あとはこれを丁寧に解いていきます。で、えっ、ー、と、全体に10かけちゃおうかな。まずかける3だから、いや、一回書き直すね。10分の、ここ 21x になります。 で、こっちは 2x だね。イコール8200万。まあ、これ計算しちゃってもいいけど、全部に10かけちゃうね。10かけると 21x。ここね。10かけると 21x。ここにも10かけると 20x。で、ここが、えっ、ー、と、0が1個増えるから82000になります。で、ここ計算すると 41x。よいしょ。41x になって82000。 だから、両辺、えっ、ー、と、41で割ります。つまり 82,、82000割る42をすると、こ麗に割り切れるね。そうすると、あ、待って、これ、と入らないんじゃないあ <laughs> やってもうちょっと <laughs> ちょっとちっちゃくなるけど、許して。x イコール2000円か。今は、定価を求めなさいって言ってるから、この x が定価だからね。 X が2000。これがそのまま答えとなります。ちょっと確率の9分の1が入ってないんで下げます。いいかなこんな感じでぜひやってみてください。はい。ということで、今回はね、死守の第99弾になっていきました。次回100回。別に特別なことはないです。普通にね、100回また撮っていきますので、ぜひね、そちらの方もぜひ見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。モンタイ,バイ